6月16日全日本プロレスを退団した三沢光晴が記者会見に臨んだ。そこには小橋、秋山ら主力選手たちの姿があった。練習中本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。皆さんすでにご承知の通り、私三沢光晴全日本プロレス役員を辞任いたしまして、先週契約に関しましては、契約しない旨を、全日本プロレス宛に通知いたしましたので、つまり退団ということで、になりました。約1年間、代表取締役として頑張ってまいりましたが、全日本プロレスの持つ伝統と私が、これからやろうとする理想のプロレスの間にギャップを感じ、このままでは私のプロレスを貫き通すには、馬場さんの作った全日本プロレスというプロレスらしさを壊してしまうんじゃないかと思い退団を決意しました。その後の行動につきましては、ここにいるメンバーと、新しい団体を作り、やっていきたいと、思っています。細かい詳細につきましてはまだはっきりと、決めておりません。マスコミ、関係者の方には本当に、ご迷惑を、まあ、ファンの方も一番なんですけども、ご迷惑ご心配をかけておると思いますが、ここにいるメンバー、私と同じ気持ちで一から頑張っていくつもりですので、温かく見守ってくれれば幸いと思っています。頑張っていくので、これからもよろしくお願いいたします。早ければ8月、を見てますけども、まあ、8月9月には、旗揚げ戦を、したいと思っております。まあ、旗揚げ戦は旗揚げ戦、多分1試合になったとして、まあ、10月ぐらいからはツアースケジュールを組んで、巡業という形で持っていきたいと思っています。選手ですか、25名ですか。まあ、本当選手冥利に尽きるとしか言えませんし、まあ自分の意見に賛同してくれたことを本当に感謝しておりますし、まあでもここにいる全員は、自分の意思で、もっともっといいプロレスを作りたいと思って、一緒に集まってきてくれた仲間なので、僕も一選手として、みんなの中に入って頑張っていきたいと思っています。まあ、一番は、まあ、時代に沿ったというか、今の全日本プロレスの演出、その他もろもろ、私はもっと今風に若い者向けにやりたかったんですけども、まあファンの、まあ、古いファンの方からもファンレターとか、全日本らしさをでやってくれと、ちょっとまあ派手なことをやると全日本らしくないという意見もだいぶありましたし、それならば本当にもう一から自分でやろうという部分です。6月13日の役員、辞任後です。僕は一切そういうあれは聞いておりませんし、連絡も来ておりませんが、ファンの方には迷惑をかけられないので、向こうから要請があれば出るつもり、まあ、こちらの条件と向こうの条件が合えば出る気持ちはあります。準備に関しましては一切動いておりません。まだ、何も、事務所練習場、興行に関します一切は全然何も動いておりません。現段階ではまあ、はっきり言えば、まあ、全日本の頃よりはもっと前向きに考えられるとは思ってます。まだその点につきましても全然動いてませんので、まあ、コンタクトももちろん取っておりませんから、分かりません。まあ、一番やりたいことは、まあ、抽象的になりますけども、まあ、簡単に言えば選手とファンがどっちも楽しめるプロレスを目指していきたいと思ってます。私の気持ちとしては、要するにその選手が細かいことはあんまり説明するのもあれですから、まあ、三沢社長に対して選手が
これだけの選手がついてきてるっていう一言に尽きると思います。そうですね、全日本さんには本当、一からお世話になり、感謝はしておりますが、ファンが思うファイトスタイルは全日本といた頃と何の変わることもないとファイトできると思いますし、それ以上のファイトはこれからできると、確信しておりますので、ファンの方はすごい心配していると思いますけども、これからの僕らをの試合を見て、納得してもらいたいと思います。まあ、お互いもう子供じゃないですから、己の道は己で決めればいいと思いますし、カダはカダで自分でそう決めた道ならば最後まで貫いて、頑張ってほしいと思います。私は三沢選手と考えが全く同じなので一緒に行動しました。他の選手も多分考えにはものすごい近いと思います。イギリスと一緒です。ここにいる、全選手とともに、理想のプロレスをの実現を目指して頑張っていきたいと思います。私は先ほども言いましたが、やっぱり全員の気持ちは一つなので、一つになって、要するに三沢選手、三沢社長をについていくという気持ちだろうと思います。僕もそうです。みんなで一緒にやっていこうと。それと全日本プロレスどうもありがとうございました。頑張ります。それだけです。三沢社長について、頑張るだけです。よろしくお願いします。僕のプロレスの中での目標は打倒四天王5強なんで、その目標を、実現するためにより良い環境で試合をすることで三沢社長についていくことに決めました。倒しがいのあり、踏みつけがいのある強い選手が揃ってるので、僕はこっちで頑張ろうと思いました。よろしくお願いします。私はレフリーですけども、三沢社長と考えは全く同じなもんで、三沢社長についてきました。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。自分はプロレスラーとしての精神面、技術面の向上を図るにはこの選択が一番だと思っているので決めました。これからもよろしくお願いします。先日自分はフリーになったばかりなんですけども、こういうことになってしまいまして、三沢光晴なる大人物に、自分はついていこうと決心しましたので、よろしくお願いします。私たちが選んだこの道が良かった悪かったということは抜きにして、素晴らしいものを作ったね、良かったねと言われるように精一杯努力していきます。そのつもりで三沢社長についていくことに決めました。皆さんが良かったねと言ってくれるようにやって答えを出します。本当にお世話になったことは本当に感謝しておりますし、一からのプロレスというものを教えてくださった方なので、まあ感謝という一言しか言えないですけど、まあ僕らが一生懸命このまま試合を頑張れるのが一番、見ててくれれば分かってくれると思いますけど。新団体旗揚げ三沢ら25人の選手が走り出した。